感情直結型ギタリスト西川進です。今日はですね、お茶の水にありますファイネストギターズに来ております。ものすごいいいギターがいっぱいあります。その中で僕好みの SG を探したいと思います。実は僕ブラックの SG にめっちゃ憧れてて持ってないんですよね。であんまりこう見たこともないし、でもまあたまにネットで見かけるけど、まあ、なんかかっこいいなと思ってて、もう実際見たらめっちゃかっこいいです。もうかっこいいってもう言っちゃうぐらいかっこよくて、もうほんとたまらないですね。これね、フォルムも全てがたまらなくて、まあこれも僕の持ってる SG と比べてみると、まずねゴールドパーツのペグマ、まあ、これも違いますけども、僕全然最初気づかなかったんですが、このロゴやインレイのこちらですね、これがちょっと白っぽくなくてヴィンテージ風なんですよね。それがすごいなんかこう重厚感っていうか、ものすごいなんか高級感感じますね。なんかもういいギターっていう感じがすごくします。そしてもう全然違うところがですね、こちらですね、ラージピックガードを使ってるんですよ。で実は僕ラージピックガードにちょっと抵抗があって、ちょっとなんか自分とは違うなって思って、僕の持ってるやつは全部このハーフなんですけども、このギターを見た瞬間にラージピックガードもなんかいいなって思いましたね。ちなみにこのラージピックガードなんですけども、なんかねバットウィングピックガードっていうらしくて、バットマンですね、コウモリの翼ですね。それ聞いてさらにかっこいいなって思うようになって、なんかちょっと固定概念を覆された感じがします。いやもうなんか素敵ですね。やっぱりこのアレンジとかによってこう出したいサウンド、例えばこう鋭いカッティングを出したいとか、そういう時はやっぱりジャズマスター使ったり、まあ、ちょっとなんかこう古い音っていうか渋い音出したい時はグレッジ使ったりとか、まあ、リッケン使ったりとか、まあ、いろいろこう変化はさしていますけども、でもほぼ西川サウンドイコール SG サウンドといってもまあ、過言ではないっていうか、自分ではそう思っているので、いろんなアーティストの皆さんにはやっぱり SG サウンドを喜んでいただいてます。そしてですね、僕の SG はちょっと特殊っていうか人とちょっと違っていて、まあ3ピックアップのを使ってるんですけども、真ん中のピックアップは生かさずに普通の2ピックアップにしていて、でしかもここがポイントなんですけども、フロントピックアップを少し下げてるんですよ。まあ、少しじゃないぐらい結構下げてるんです。で、その状態でセンターの音を出した時に、なんていうんですか、アーティストの歌を殺さずに、歌を生かしつつ、鋭いサウンドをもう生かすって。そういうサウンドが作れるんですよね。それをずっと長年の SG 人生の中で研究していって、そこを見つけたんですよ。このサウンドだったらこういろんなアーティストの歌を活かせる、しかも SG のサウンド、鋭いサウンドも活かせる。でかなり僕センターでやってる曲が多いですね。レコーディングでもセンターでやってる曲も多い、もちろんリアでやってる曲もありますけども、このセンターのサウンドはやっぱ僕独特っていうか誰もやってないんじゃないかなと思っています。かなりいろんな SG 持ってて、まあ、スペシャルから始まって、まあ、SGGT っていうのもなんかアメ車っぽい感じのあったりとか、あとまあ P90 の入ってる SG とかもあって、まあ、いろいろ試したんですけども、やっぱり今使ってるやっぱ3ピックアップのものが
僕的にはすごくこうグッとくる感じですかね。はい。あなただけの一本を見つけてくださいね。ファインド。